はい、皆さんこんにちは。教育キャプテンヒロンと申します。今回はですね、昨日の続きでして、高校生理系あるあるっていうのをやっていこうかなっていうふうに思います。悪意は全くありませんので、その辺はご了承ください。また僕は英語科として教師長経験がありますんで、文系の子も理系の子もちゃんと進学先面談したことありますので、その辺の経験から話していこうかなというふうに思っています。はい、では4つ目、高校生の理系の子はですね、国語が本当にできない子が多いです。そしてね、なんだかんだ別にやる必要もないことが多いんです。国公立の二次試験で国語を課されているって、まあざっくり東大と京大ぐらいしかない。まあ厳密に他にもあるんだけど、東大京大だから、そこを目指さない子ってのは二次試験で国語がないので、別にできないことを何とも持ってないことが多く、やっぱ国語が苦手っていう子は結構多かったかなってイメージがあります。逆に国語できると東大に行く子がまあいたかなっていう感じが僕の体感値ですね。やっぱり2つ目、数学がめっちゃできるか理科の科目がめっちゃできるかのどっちかになる子が多いですね。数学がやたら高い、でも科学はダメってパターンか、まあ、物理科学がすごくいいけど数学はダメっていうパターンは結構よく見てきたかなっていう感じです。中には物理と科学もさらに精密に分けて、物理は好きだけど科学はあんまりとか、科学は好きだけど物理はあんまりっていう子もいます。で、結構ね、理系は数学、物理、科学、生物から何かしらやっぱ1個ぐらいはできる科目があるイメージです。昨日言った文系の子は、国語も英語も日本史も世界史も全部できないみたいなこと結構いましたけど、理系の子は何かしら1つは好きっていう子が多かったかなっていうふうに思ってます。総合偏差45とかでも科学とかは55ぐらい取れてるみたいなことが結構よく見てきたかなっていうイメージですね。3つ目、理系の方が就職先多いですよねって言って安易に理系に志望する人がいる。はい、要するに今まだ文系か理系か決まってませんっていう段階って、まあ1年生もそうだし、引き出した2年生もそういう子たまにいるんですけど、じゃあどうするってなった時に、得意科目とかはね、減らして高い方でって決めればいいんだけど、理系の方が就職先多いですよねって理系にしようとする方がいいって、待てって止めるパターンがあります。もちろんね、理系にしかできない仕事ってのは世の中にたくさんあるんだけど、そういうのって東大の院出た子とか、東工大の院出た子とか、総研の理工の院出た子とか、宮廷大の院出た子とかがつく仕事だから、正直あんまり関係ないよと今東大生とか京大生、日本全国で人気のある仕事って、まあ、コンサルとか商社とか広告とかってあるけど、そういうとこって文系理系関係ないから、別に得意な科目が多い方で選択してたが普通はいいんだけど、もちろん数学が好きなら好きにすればいいんだけどねって、純粋に得意な科目で決めなさいっていう風に、よく指導していました。それで、あ、僕ぶっちゃけ社会との方が好きなんですよねって言ったら、じゃあもう君は文系にしましょうかみたいな、もう文系ねっていう話、よく話をしたことがあるなという感じです。では参考になりました方、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。まあね、これね、絶対じゃないんだけどね、あるあるってほどじゃないけど、あるぐらいなんだけど、やたら英語ダメな子がいますね。まあこれは相対的に見てって意味なんですよ。いや、文系の英語できないことは別に変わんないんだけど、理系の子にはやっぱね、数学理科はすげえできるんだけど、英語国語がやっぱりできないっていうのが多くって、それでね、英語さえできればなんとか英語数学物理科学で総計入れられるんだけどなーって方が、やっぱ英語できないがゆえに、やっぱり一つ下の大学に行っちゃうっていうケースってよく見かけるんですよね。これはちょっと僕の言ったことがないんで、ちょっと嫌な感じに捉えてほしくないんですけど、理科大出身の先生が、俺は英語できなかったから理科大に行ったんだと、お前らは英語もちゃんとやって総研に行けっていう風に言ってたんですよ。ああ、なるほどなーと思って、で、たまたま理科大のその知り合いがいたんで、理科大ってマジで英語できない子多いのって言ったら、マジみんな英語できないよみんな英語できなくて総計から来るんだからって言ってたんですよ。ああ、やっぱ先生が言ってる感覚と、その現地の理科大の子たちの言ってる感覚って、ああ、一緒なんだなと思ったから、ここはやっぱ理系の子にもね、まあ、英語科の講師として、もちろん文系の子と、もちろん同じように見てるんだけど、やっぱ英語できれば総計いけるよっていうふうには結構アドバイスしてたことはありました。だから、きついと思うんだけど、頑張ろうっつって、よく言ってました。うん。だからやっぱ理系の子はね、数学もできる、物理もできる、科学もできますって本当好きなんですよ。だけど英語がってなるから私立理系になっちゃう。英語ができると総系に行ける、国語もできると国公立に行けるって感じなんだよね、イメージ的にはね。まあその国公立は東大とかなっちゃうんだけど、
数学理科英語のがグッと高いと、まあ、東工大って感じ、国語もできたら東大って感じ、それが下がってくると総計とかって感じになってきて、英語できないと、まあ、さっきも言ったように言い方悪いんだけど理科大とかになるのかなっていうイメージはありますって理科の先生が言ってたんでそれ参考にして僕もそういう風に進路相談とか面談っていうのはしてたかなっていう風に思います。まあ、自分で言うのはなんですけど、僕の英語ってなんかわかんない、自分の自慢話でごめんなさいね、理系の子の方から結構評判が良くて、僕の英語って公式があってその通りにやっていくだけ、暗記じゃない、もう黒板で言ったら半分も使わないレベルの方式を書いて、それだけでその単元解かせるから、で暗記しなきゃいけないものはこんだけあるよって最後に提示するんですけど、だから論理で解けるものと暗記しなきゃいけないものをしっかり提示してるやってきたんで、結構ね理系の方がねシステマティックに解けるのが面白かったらしくって、僕の英語は結構理系の子から人気があったなというのはありました。まあ、それがどんな授業って言われてもちょっとやるとこがないんでやらないんですけど非常にそれは申し訳ないんですけど、それが一つちょっとまあ思い出って感じです。はい、じゃあこの辺でおしまいしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。